はい、もうすっかり真っ暗ですね。今日初めて神谷稲町にいらっしゃった方何人かいらっしゃると思うんですけども、はい、いや、そちらは京都からいらっしゃったんですね。神谷稲町にお越しくださりありがとうございます。情勢が少しずつ規制緩和されて、はい、今日久しぶりに神谷稲町完売ということになりました。ありがとうございます。今日は何を歌おうかなと思っても、皆さん大体いつも同じ歌を歌うので、今日はちょっと普段歌ってない歌を歌おうかなって思ったのはいいんですけど、あんまり弾いてないので自分もやばかったっていう、はい、で随分昔に作った曲なんですけども、私お酒飲んだら眠っちゃうんですよね。どこでも喋ってる途中で寝ちゃったりとかひどいんですよ。その言い訳ソングというのを作ったので、はい、その言い訳ソングを聴いていただきたいなと思います。今日はもう真っ暗ですっかり夜みたいな感じなので、はい、こんな夜だからという、はい、歌を歌っていきたいと思います。今日初めて私の歌を聴く人、弾き語りを聴く人には初注意事項がありまして、はい、特に上手くないので気にしないでください。今日調子悪いのかなじゃなくて実力なので、はい、このドキドキタイムはですね、私のこの音楽、私がライブをするこの時間帯はドキドキタイムといって、はい、シンガーソングレスラーの成長を見守る時間となっています。はい、どうか初めて聞いた人は怒らないようにしてくださいね。なんか歌うって言うから聞いてやったのに、なんかこれってならないように、どうか寛大な気持ちで聞いていただけたらと思います。はい、ではこんな夜だから、
はい、聞いていただきありがとうございます。こんな夜だからという曲でした。明日は八王子で、音楽どんぶりという、はい、ワンマンライブをやらせていただきます。お時間のある方、ぜひ八王子まで足を伸ばしてみてください。私の第二の故郷は八王子、私のプロレスのトレーニングがスタートした年が、八王子なので、はい、ぜひ一度遊びに来てみてください。そして、12月26日いよいよ後楽園大会が近づいてきました。今日は、POP の次期挑戦者が決定します。皆さん、ドキドキですね。私もドキドキしてます。皆さん応援をよろしくお願いします。はい、では若舞台のスタート。ありがとうございます。